吉川英治作「三国志」その第五回第二編「流行るどうか」第五章また「興金軍の徒藤」は全軍の旗も全て黄色を持いその大旗には「蒼天でに死す、甲府まさに立部し、年」 孔子にありて天下大吉という専文を書き党の学用部はその専文に同化風の優しい作曲をつけて唐兵に歌わせ部落や村々の地方から軍県市都へと熱病のように歌い流行らせた「体験漁師聴覚体験漁師聴覚」今は「 三歳の児童もその名を知らぬはなく「蒼天すでに死す」「甲府まさに立つべし」と歌った後では聴覚の名をはやして今にも天上の楽園が地上に実現するような感を民衆に抱かせたけれど公金党がばっこすればするほど楽度はおろか一日の安穏も民の中にはなかった。聴覚は 自己の勢力に服従してくる愚民どもへは、太平を楽しめと逸落を許し、我が世を謳歌せよと案に略奪を奨励した。その代わりに逆らう者はかしくなく罰し、人間を殺し、財宝をかすめ取ることが党の日課だった。自党や地方の管理も防ぎようはなく、中央の洛陽の補助へ、 急を告げることも頻であったが、源家官邸の宮中は大敗と内装で乱脈を極めていて地方へ兵をやるどころではなかった天下一統の大業を完成して五官土を起こした公部邸から今は204年を経旧府の内外にはまたようやく不乱と崩壊の長が 現れてきた十一代の帝官邸がゆいて十二代の帝位についた霊邸はまだ十二三歳の幼少であるし補佐の重臣は幼邸を欺き合い兆候を乱りにし姉知の者が勢いを得て真実のある人材は皆矢に追われてしまうという状態であった心ある者はひそかに どうなりゆくよかと憂えているところへ地方に放棄した黄金族の口々から「蒼天すでに死す」の「どうか」がはやってきて五感の末世を暗示する声は落世物浄化にまで満ちていたそぶした折にまたこんなこともひどく人心を不安にさせたある年陽帝が雲徳殿に失業なさる。 にわかにか強風が吹いて、竹二帖余りの聖茶青蛇が針から帝の椅子のそばに落ちてきた帝はキャーッと床に倒れて気を失われてしまった電柱の騒動は言うまでもなく急戦や褒美装を持った金門の武士が駆けつけて聖茶青蛇を仕とめんとしたところが突如ひょじりの 大風ががを揺るがして聖者は雲となって飛びその日から3日未満大雨は底の抜けるほど降り続いて落葉の民家の水くもの2万個崩壊したもの千何百個歴史けが人三なしというような大災害を生じたまたつい近年には赤色の彗星が現れたり 風もない真昼黒旋風が突然吹いて王城の屋根暴うを飛ばしたり御元山の山つなびに部落数十が一夜に指定へ埋没してしまったり協調ばかり年ごとに起こった第六章そんな協調のある度に黄金属の「点天でにシスの歌は盲目的に歌われてゆき 続投に加盟して略奪横行殺戮の自由にできる我が党の太平を楽しめとする者が増えるばかりだった思想の悪化組織の混乱道徳の大敗これをどうしようもない五感の末期だった両言の火とばかり魔の手を広げていった昂金属の勢力は今では清州優州女州奇州 妖州,州、遠州与州らの諸地方に及んでいた州の諸公をはじめ文献支部の長や管理は逃げ散るもあり下って賊となるもありカバで没んで焼き殺された者も,も数知れなかった富豪は皆財を捧げて生命を乞い寺院や民家はおごとに大剣旅干し聴覚と書いた例の甲府を角に貼った。 「絶対服従を誓いまるで祈神を祭る世母にあがめ恐れた」「そぼした現状にあったさて長々とそうした現状や公金刀の木工などを自慢祖母に語りきたって竜と大宝馬元義は腰掛けている石段から寺の門を顎で刺したそこでも黄色い張り紙を見たろう」 書いてある文句も読んだろう。この地方もずっと俺たち黄金島の勢力範囲なのだ。劉備は終始黙念と聞いているのみだった。いやこの地方や自州や二十州は愚かなこと。今に天下は黄金島のものになる。五感の世は滅び次の新しい世になる。劉備はそこで初めてこう尋ねた。では。 漁師は五官を滅ぼした後で自分が帝位につく腹なんですかいやいや聴覚漁師にはそんなお考えはないでは誰が次の帝王になるのでしょうそれは言えないだが劉備てめえが俺の部下になると約束するなら聞かせてやるがなりましょうきっとか母が許せばですでは 打ち明けてやるが帝王の問題は今の官艇を滅ぼしてから後の重大な評議になるんだ。京都モンゴル族の方とも相談しなければならないから。えなぜですどうしてこの国の帝王を決めるのに昔から秦や蝶や縁などの境を犯して我々漢民族を脅かしてきた異国の京都などと相談する必要があるのですか それは大いにあるさ。とババ当然のようにいくら俺たちが暴れ回ろうったって俺たちの後ろから軍費や兵器をどしどし回してくれる黒幕がなくっちゃこんな短い年月に五冠の天下をか乱することはできまいじゃねえか。えでは黄金属の後ろには異国の強度がついているわけですかだから絶対 絶対に俺たちは負けるはずはないさ。どうだ言う、俺が勧めるのは貴様の出世のためだ。部下になれ。すぐここで黄金賊に加盟せぬか。結構なお話です。母も聞いたら喜びましょう。けれど親子の中にも礼儀ですから、一応母にも告げた上でご返事を。言いかけているのに馬元義は不意に立ち上がっ 来たなと彼方の平原へ向かって眉に手をかざした第第編、第1章、それは約50名ほどの族の正体であった中にロバに乗っている二三の族将が鉄弁をさして何か言っていたように見えたがやがて馬元儀の姿を見かけたか寺の方へ向かって 一山に近づいてきた「吉川英治作『三国志』その第5回第三編白,養白い「腐葉」と書いて「白腐葉」第一章途中までこの続きはまた次回。